令和3年9月30日木曜日、愛知池友の会有志が愛知池のエコウォーキングでした。今回は11名が参加、午前9時より3コースそれぞれに分かれ、さあいざ出発。愛知池を右に見て歩き始めると、あちらにもこちらにもゴミがある。ゴミがあるとやりがいはありますが、マナー、エチケットの守れない方が多すぎです。どうしてこんなところにゴミが落ちてるのでしょう。ご自分の庭にポイ捨てできますか、しますか。拾う回数が多かったのはタバコの吸い殻でした。他にもマスク、コンビニ弁当の残骸、ホイールや靴などなど、どうしてこのようなものがここにあるのというようなものも落ちてました。また別のコースは愛知池駐車場から県道233号線沿いを諸輪に向かって、道路の歩道側と反対側を往復すること約1時間絶え間なく走る自動車を横目にヒヤヒヤしながら、怖い怖いと言いながらのゴミ拾いです。こちらのコースもやはりタバコの吸い殻、ビニール袋、空き缶や飲みかけのペットボトルなどなど、拾い集めるとゴミ袋が何袋も満杯になりました。嘆かわしいことです。愛知池はゴミ箱ではありません。愛知池は灰皿でもありません。分別が生かす殺すの分岐点、子は見てる、親の分別子は真似る、エコウォーク、隠れたゴミのあぶり出し、ゴミ拾い、自然に伝える感謝の気持ち。愛知池友の会の目標は、ゴミが落ちてない美しい愛知池です。次回のゴミ拾いウォークは10月23日です。